どうぞ。はい、今日はですね、コレクターの佐久間さんの家にですね、深夜訪問しまして、ちょっとお話を伺おうっていう感じですね。はい、今日は僕との出会いというところから始めていきたいと思ってます。ぜひお願いします。はい、佐久間さんの家を初めて拝見したのは浦和の伊勢丹のそばでした。で、やはり足を止めてしまって、そして何か興味深い商品だったんですけど、一点いただいてきました。はい、僕自身のですね、紹介とかもちょっとしていただけるとありがたいんですけど、いかがでしょうか。はい、その後でまたご案内をいただいて絵を見る機会があったのですが、それからさらに上海で、個展をなさるということで、そのことにも賛同して行ってまいりました。そこは素晴らしいギャラリーで、本当に多くの作品を一緒に合わせて見ることができました。そうですね、今後の期待としてはどんなことをコレクターの一人として期待するっていうのはありますでしょうか。やはりあまり個人的な好みなんですが、一つの作品というか、それをシリーズ化しないで、なんて言うんでしょうね、いろいろなことを幅広くというか、それを作品に載せていっていただきたいなって思ってます。はい、ありがとうございました。はい。